明日からは三連休となりますがお天気の方はいかがでしょうか、うん、結構雨も降ったりする日があったりとか、うん、そんな状況になるかなと思います、ね、エリアによって少し違うかなと思います、はいえー、ではですねまずは現在の雲の様子を見ていくとこんな感じなんですねで、今この時点だと まここに前線がいましてですね、こういう形で前線が伸びているような状況となっていますそれからここには台風13号がそれぞれあるといった状況になるわけなんですけれども、はい、でまずはこの前線の方なんですが、明日は大体同じような場所ですねで明日の前線の位置だと見てみると、明日は多分おそらくまだほぼほぼこの辺りに存在しているといった状況になり はいでえー、この前線上に低気圧が発生するといった形となるのであさって15日ですね明後日,15日になるとちょうどその低気圧の位置がこの辺まで来るんですね北海道付近にここからこう前線がこう伸びる形でかかってきたりといった状況となって、はいえー、さらにその後16日になるとこの でこの辺りまで進んでいってここからまだこう前線がこう伸びてきているでその先もこういうふうに伸びてきているということもあるのでちょっとこの前線の動きによって雨の方が大変になってくるで台風の方は明日ちょうどこの辺りに到達しあさってはこの辺りまで到達するといった状況なので、まあ、その影響を受けるところも多くなるかなといった流れとなりそうです。はい、ということでアイコンで全国を見ていくとこのような形ですね。こここちらら左からつここが ああ三連休になるわけですけども、これを見るとですね、この三日間のうち必ず雨の降る日があるかなというふうに見ておいていただいた方がいいかなと思いますね。うん、はい。で特に中ああ奄美付近はこの台風に直接的な影響ありますから強く雨が降ったりまあ風の影響なども大きく出そうですからまあそれも十分注意していただいた方がよさそうですね。はい。十五、はい、日日曜日が一番全国的に雨が降るエリアが広く、うんね、なってしまいそうですね。そうですね。でまあ特にこの まこちら出てませんけれども太平洋側の方ですよね。うん、こちら湿った空気も入ってきたりするのでね。強く降ることもありそうですから、こちらは十分注意かなと。そんな感じになりそうです。はい、はい、3連休お天気崩れるタイミング度々ありそうです。最新の情報をこまめに確認し、素敵な休日をお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。